はい、今玉ねぎの草取りが一通り終わったので、この10対10対10の化成肥料を追肥して、そして水を今くれているところです。この畝の真ん中のところから向こうは有機無農薬、こっちは化成肥料を、追肥で使っています。玉ねぎ、玉ねぎはこうやって途中で追肥してやることが大事ですが、追肥の際に必ずこうやって水をくれてやりましょう。化成肥料は水をくれて溶けると初めて効果が現れます。春先はかなり雨が少ない日が多く、このところも最近1週間以上雨が降ってなかったりするので、そういう状況だとこの撒いた追肥が効かないことがあります。なのでこうやって積極的に水を撒いて溶かしてやることによって肥料が効くわけです。そこで重要なポイントですが、玉ねぎは春先あんまり追肥が遅れないようにやることが大事です。玉ねぎの中に窒素成分が大量に残ってしまうと、それが腐敗の元になり長期貯蔵することができなくなります。玉は随分と大きくなりますが、その分中がブヨブヨになってしまってろくな玉ねぎになりません。はい、こんな具合でしけってればこれでいいと思います。